このストレッチを毎日続けることで、私のように必ずもも裏を柔らかくすることができます。継続は力なり。今日もストレッチ頑張っていきましょう。まず仰向けになり、足を伸ばして足首だけを上下に動かします。足首が硬い人はゆっくりで大丈夫です。自分のペースで行ってください。ふくらはぎを動かすことでもも裏が伸びやすくなります。なるべくまっすぐ上げ下げをする意識をしてください。呼吸を止めないで力を抜いてリラックスしてください。次は両膝を曲げて右足を胸の近くまで引き寄せます。膝を持てない方はももの裏側を持って引き寄せます。痛気持ちいいくらいのところでキープしてください。もも裏を柔らかくするためには股関節周りも緩めることが大切です。抱えた膝をまっすぐ引き寄せてください。肩に力を入れないでリラックスしてください。続いては曲げている左足を伸ばして右足は曲げたままキープしてください。左足が伸びきらない方は伸ばせるところまでで大丈夫です。膝を伸ばすことで腸腰筋を伸ばすことができます。もも裏だけでなく周りの筋肉をバランスよく伸ばしていくことが大切です。つま先が外や内に向かないように注意してください。呼吸を止めないで力を抜いて行ってください。次は反対側を行っていきます。両膝を曲げて左足を胸の近くまで引き寄せます。膝を持てない方はももの裏側を持って引き寄せます。もも裏を柔らかくするためには股関節周りも緩めることが大切です。抱えた膝をまっすぐ引き寄せてください。肩に力を入れないでリラックスしてください。続いては曲げている右足を伸ばして左足は曲げたままキープしてください。右足が伸びきらない方は伸ばせるところまでで大丈夫です。この後もも裏が伸びやすくするために腸腰筋を伸ばしておきます。つま先が外や内に向かないように注意してください。呼吸を止めないで力を抜いて行ってください。両膝を曲げた状態から右足の膝を伸ばして自分の体に引き寄せます。できるだけ膝が曲がらないようにしてください。もも裏が持てない方はタオルを足にかけてできるところまで引き寄せてください。寝ながら行うことで腰に負担なくもも裏を伸ばすことができます。伸ばしている足が外や内に向かないように注意してください。肩に力を入れないで呼吸を止めないでください。次は右足を抱えたまま左足を伸ばしてください。左足が伸びきらない方は自分のペースでいいので伸ばしてください。左足を伸ばすことでより強く右のもも裏を伸ばすことができます。引き続き足が外や内を向かないように意識してください。呼吸を止めないで痛気持ちいいところでキープしてください。続いては反対側を行っていきます。両膝を曲げた状態から左足の膝を伸ばして自分の体に引き寄せます。できるだけ膝が曲がらないようにしてください。もも裏が持てない方はタオルを足にかけてできるところまで引き寄せてください。
寝ながら行うことで腰に負担なくもも裏を伸ばすことができます。伸ばしている足が外や内に向かないように注意してください。左足を抱えたまま右足を伸ばしてください。右足が伸びきらない方は自分のペースでいいので伸ばしてください。右足を伸ばすことでより強く左のもも裏を伸ばすことができます。引き続き足が外や内を向かないように意識してください。呼吸を止めないで痛気持ちいいなーってところでキープしてください。続いては起き上がって膝を曲げながらつま先を持ちます。骨盤を立てるイメージで背中を伸ばしながらかかとを前に突き出していきます。膝は曲がっていても大丈夫なので背中を伸ばすことを意識してください。骨盤がしっかり立っていることでもも裏を正しく伸ばすことができます。斜め上を見上げるようにすると背中が伸びやすくなります。呼吸を止めないでリラックスしてください。最後は前屈です。膝を伸ばしてつま先を上に向けたままゆっくり倒していきます。無理に倒さなくて大丈夫です。一つ前の動きとセットで行うことで骨盤を立てたまま前屈をしやすくなります。骨盤が立ちづらい方は背中を伸ばしながら斜め上を向くことで骨盤が立ちやすくなります。リラックスしながら呼吸を止めないでください。お疲れ様でした。ストレッチ前に比べて体の変化は感じられていますか？毎日続けることで必ず柔らかくなってきますので継続して行ってください。この動画がいいと思った方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまたねー。